お待たせいたしました。これでいよいよ第4号ですね。はい、4号のお話でございます。今回ですね、まあ、主になんですけども、まあ、文法問題とそれからまあ書き倒しプリントですね。書き倒しプリントはね、本当にあのみんなに配ってあげたいんですけどもね、今いる塾の中ではなんか規制がねすごく多くてですね、なかなか配れないんですが、まあ、チャンスがあったらなんとか配りたいなと思ってます。で、そしたらですね、まあ、文法問題と書き倒しプリントについてお話をしていこうと思います。はい、まず文法ですね。あとね、文学史もね本当はね話したいんですけど、ちょっと似てるんです。ということかというとね、文法のイメージってどうですかね。なんか品詞を覚えたり活用を覚えたりとかいろいろやって、でも読解というのは全然別のものと考えられてますよね。で、なんかあの楽しくないとかね、いうことよく聞きます。はい、楽しくないと思います。あの授業が下手すぎる人、先生に習うと。で、まあ、あの何も楽しくない、淡々と語ってるね、はっきり言います、めっちゃ面白いですよね。めっちゃ面白い。特に識別が面白いです。識別っていうのはね、同じ文字で、別の意味を持つものなんですよね。うん、ちょっとこの問1から問2さんやってみましょうかね。彼の車で待つは2通りに解釈できるんですけども、できますか。そう、できますよね。2通りできますね。彼が車で待つのか、彼の車というのはね、場所で待つのかということ。それからこれ、もう読めない、読んだら答えになっちゃうね。はい、問の2、これも2つ解釈できますよね。わーなのかはーなのかですよ。次、問の3、これね、この静かだって本当ですかっていうのを、これは様子の静かなのか名前の静かなのかってことで2通りですよね。はい、こういう風にすると面白いでしょね。こういう風に面白いのが本当は文法なのに、これをねめちゃくちゃつまらなく教えるエキスパートというのが、今の日本の小中高等の学校の学校の先生のほとんどです。もう信じられないぐらいに下手に教えますということですね。で、あとは問いの4、これね、はい、こんな感じ、これ3通りですよ。できますかね。はい、まあ簡単なのでできたと思いますけども、こういう問題が識別問題、めっちゃ面白いですよ。はい、でこれで楽しくやっていくと、どん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 文法楽しくなっていきます。だの識別やってみます。はい、とてもがつけられるものが、形容動詞で、断定プラス名詞というのはとてもつけると変になります。これはあのっていうのをつけますね。例えば、彼女は静かだっていうふうな言ったので、とても静かだって言ったら様子を表すので形容動詞ね。あの静かちゃんだと言ったら名詞を表す。まあ、こんなふうな識別方法っていうのがあるんですね。はい、次、22、ここに、今書いたことこれですね。こんな感じですね。よろしいでしょうか。で、次、脳の識別なんですけども、これは主覚、連体覚、順体覚、まあ、ここが一番中心でございますね。これ、英語やってる方だと、これ、愛とですね、マイとですね、マインド、まあ、これと、ほぼ同じ意味なんで、まあ、そういうふうに覚え方ができますね。で、主語になると主語、で、のものになるとマインという順体覚と。まあ、こういったところですね。はい。ものことに置き換えられるのが、これで終了詞分かると。こんな感じ。まあ、詳しくは、また、文法の回がありますんで、それも終わってますけど、またそれ見てもらったらいいと思います、ね。次、23ページ。そしてですね、あと、数が多いとはね、語呂合わせで覚えればいいなっていうのがあります。2の識別で、虹へと化けた秋みたいな感じで覚えます。時間、平日、到達場所、結果、対象目的、受け身、強調、まあ、こんな感じで、暗記、まあ、暗記しなくても識別できると思うんですよ。まあ、暗記することもできますよねと。いいかね。まあ、あとは省略しますけども、カラリ元気とか溶けたの壁画とかデシャバリと現象、まあ、こういうのあるんですけどもね。はい、まあ、これもあとで新しい、源氏デリバリーっていう覚え方はあるんですけど、まあ、まあそれはいたしましょう。そういうのは語呂合わせっていうのがありますよということですね。あとちょっと別の話します。綺麗と可愛いの文法的違いわかりますか。
これね、意外と大人でもね、わからないんですよね。両方ともいいで終わると思ってるからですよね。はい、まあ、こういう風なの映画です。実はね、綺麗は綺麗だという言葉なんですよね。でこれをですね、あのいいで終わるなで終わるという連体形で覚えるとすごくわかりやすいということなんですよね。外国人なんかはいい形容詞な形容詞なんていう方でなんて言うみたいですけど、まあまあ面白いと思いますね。はい、次は26ページ。はい、お子さんの語彙についてですね。はい、うちの子は語彙が少なくて困っているんですってね、語彙のテキストの本を持っていらっしゃるかもしれませんが、当たり前です。本当に当たり前です。なんせ10年くらいしか生きてないわけですから。そうするとですね、やっぱり語彙力っていうのは年齢がかさむと覚えやすくだんだんなります。社会経験がありますね。なので、それをですね、特に、責めることなく覚えていったらいいと思います。そのね、語彙管理シートっていうのをですね、ここにもありますよ。こういうふうなシートを作るんですね。で上に語句を書いていって、で下に意味を書いていく。こうすると、片方を押さえるだけで問題集になるっていうシートを作ったんですけども、これは英字構成の授業に来られたらお渡しすることができます。はい、そんなところかな。はい、では次は27ページ。はい、語彙力の話です。もし周囲に子供しかいなくて、子供のみの感覚で生活するようになってもなかなか難しいというね、そんなもんじゃありません。どんどん吸収します。だから大人が本気で楽しそうにしていることを興味を持つんですね。なので大人が漫画読んでちゃダメですよということ、子供が人気が興味を持っていいものっていうのも、やっぱ人気を気分好きなものになってほしいなというふうに思います。はい、でこれですね、ピアノの例を挙げます。こうやって弾くのですよっていう話も、楽しく弾いてるところを見せるだけで真似をしたからなんです。これですよね。はい、これですね。こういうことをやってほしいということです。次28ページ。はい、まとめますと、語彙力を増やすというのはやっぱ大人とのコミュニケーションが重要ですね。語彙ノートっていうのがあります。がそういうこういうね、表を作るというのがいいと思います。では次です。書き倒しプリントでございます。これね、小4の時に、小4でですね、使って大好評だったんですけど、記述の優しい問題、これですよ。記述の優しい問題をどんどんすることによって、もうどんどんと書いていけるというね、そういうことでございます。これ英字構成がですね、その非常に有名な童話作家の、作品を使って、どん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 作っているところでございますのでね、特に小5以下ですね、の方、小4とかだったらかなり役に立つと思いますし、小6以上でもですね、ちょっとめちゃくちゃ苦手なんだということであれば、その記述に関してのね、自信をつけるのにいいかと思います。で次が敬語についてですね。まあ敬語離れについてのあれですね。今に始まったことではありませんとね、もうだんだんですね、使わなくなってくるというのは時代の不正なんでしょうね。うん、なので、現実なので仕方がありませんと。ね、そこで、まあ、敬語をふんだんに使った小説っていうのはね、実は書いてあります。現在7ページとか、もうだいぶ進んでるんですけどもね。こういうのもですね、ご希望の方はですね、あげることは、一応、差し上げることというか、お分けすることができますのでですね。うん、まあ、ちょっと書き講習とか書いてますけど、これは当時の時間の話でございます。一応あるんですよということですね。やっぱりその敬語を使ったね、物語文っていうのがあるいいなと。で最近ちょっと思ったのですね、YouTube なんかにもあるんですけども、三国志ですね。三国志演技ですね。三国志ってことだっけ？こうか。こっち三国志。うん。とかですね、その古い時代のその敬語をいっぱい使ってるのドラマですね。こういうのを見ると割といいかな。で日本でやってる日本人向けの日本人がやるドラマってあんまり敬語らしいもの使ってないです。語尾だけなんですね。荒らせられますとか最後だけです。でこの三国志演義の、日本語訳を見るとすごく立派な漢語をいっぱい使ってるんで、この、三国志演義の映画というのはね、おすすめです。私も最近までも今でも見てます。
ます。本当に面白くてね。内容も面白いし、敬語もなんかね、しっかりしてますので、ちょっとおすすめでございます。はい。で、それから、ああ、こういうやつですね。あの、これ、宮塚っていうのを作ったことありましたよね。はい。で当時のペンネームが、ゆかしき泉っていうんですけど、ね、まあいいでしょう。こんな感じです。いきましょう。これは私がもう少し若かった頃、突然の宮塚にあたふたとしていて、心心にあるといった時のお話でございます。今思えば、あの方との出会いこそが私の人生において最も喜ばしい出来事だったと思うのですが、幼い私には何、なかなか腑に落ちないことがございまして、それに気づいてくださったのもあの方でございました。今ではもう感謝の言葉が見つからないほどの思いで頂戴したと心から存じ上げる次第でございます。まあ、こんな風に始まるんですね。さあ、この続き知りたいですかっていうことですね。読みたいですかってことです。読みたくなってくれると、その、お話として、いいかなと思います。まあ、三国神器ほどじゃないですけども、まあ、うん、そこそこいい話じゃないかなとは思っております。さて、ここまでかな。あ、声のね、あの、以前作ってたんですけども、紙で配ってるときはね、質問どんどんしてくださいよって言ったら、本当にいっぱい来たんですよね。本当に嬉しい限りで。逆に言うと、今までの他の国語の先生ってのは、こういうことしてないんですよね。国語の質問っていうのをね、受けてないって。そもそも何質問していいか分かんないとかね、いうようなことだったんでしょうね。うん。っていうことで、まあ、これはもちろん、今もないんですけども、もしね、演じ構成なんか質問があるということであれば、コメント欄とかにでもね、書いてもらったら、見つければですね、どんどんね、お答えしていこうかなというふうには思っています。はい。じゃあ今回はここまで。次は第5号ですね。はい。4号はここまでです。